昔ある地方で、それはもう恐ろしいほどの峠があった。何しろ登るに十里、下るに十里と言われるほどのすごい峠で、普通この峠を越すには丸一日かかると言われた。ある夏の日のことじゃった。一人の飛脚がお殿様のお使いで走っておった。飛脚というのは手紙をある場所から場所へ走って運ぶもののことを言うのじゃったが、この飛脚はお殿様の使いのものとて、腰には短い刀を一本刺しておった。ところでこの飛脚が先の峠に差し掛かった。足には自信があるので平気で走っていったが、峠の中ほどまで来たとき、日が暮れてしまった。何しろ昼でも暗いような峠のことじゃった。それにこの辺りでは狼どもが出るという噂じゃった。飛脚はあれこれ探した末、やがて一本の高い木を見つけた。ホタルか。ここなら狼たちも来んじゃろう。というわけで飛脚はこの高い木の上に登った。そして今夜一晩この高い木の上で過ごすことにした。ところがしばらくして闇の中にだんだんと光る目があった。しかもその数はだんだんと増してきた。有名な狼たちだった。狼たちはゾロ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 木の下に集まった。その数は数限りなく、これが有名な千匹狼じゃった。そして木の上の飛脚に向かって一斉に吠え立てた。しばらくすると狼たちはそれぞれの肩に乗り線路にして犬走りを組み始めた。生あったかい息が飛脚の顔に降りかかった。刀を抜いた飛脚は切って切って切りまくった。こうしてしばらく狼たちと飛脚の戦いが続いた。今日の魚はエロ手ごえ。お前どうすればいいかの。こうなったら鍛冶屋の馬場さんに頼むしかねえだ。そう言うと狼たちは一斉に峠から引き上げていった。
それから湖畔時もして、狼たちは再びわらわらと木の下に戻ってきた。今度はカゴの中に誰やら乗せている様子だった。そして狼たちは再び木の下をびっしり取り巻いた。鍛冶屋のばあさん、到着いたしましたよ。よろしゅうお頼み申します。ふん、人間一人ぐらいに手を焼いちょるのか。さあ、犬ばしごをかけ。出てきたのは嫁にも恐ろしい一匹の大狼じゃった。どういうわけか頭に鍋をかぶっておった。大狼はのしのしと木の上に登ってきた。くえい、切っても切っても刀は鍋の頭を叩くばかりじゃった。くえぐえ、さすがの大狼も鍋を外されて頭を切りつけられると一目散に逃げていった。これを見ていた千匹の狼たちも一斉に逃げ出した。こうして飛脚は命だけは助かったのじゃった。さて、こうして次の日、飛脚が木の上から降りてみると、大狼の散らしい跡が点々と浜辺の村の方へ向かってついておった。鍛冶屋のばあさん。という言葉がどうにも気になって仕方のなかった飛脚は、何はともあれ浜辺の村へ向かって駆け出した。人に聞くと、確かに浜辺の村に鍛冶屋が一軒あるという話だった。途中雨に降られたが、客はやっと浜辺の鍛冶屋へたどり着いた。おら、飛脚じゃが、お宅にばあさんはおるかの。ばあさんなら昨夜鍋洗いに行って頭に怪我して寝っとるが。何、頭に怪我じゃと。やっぱり。何するだ、これうちのばあさんは何もしてらせんぞ。これこれ、何するだ。やい、化け物、出てこい。うちのばあさん、オオカミ。
それなら本当のばあさはどうしたろうというわけで、床の下を探してみたら本当のばあさの白い骨があったそうな。恐ろしい狼の話じゃった。